俺の風船割るなって、ごめんなさい、わざとじゃないんだよー。バルーントリップだ。これはある意味やべえゲームだぞ。光っているやつに触れると感電してたようなら。まさかこれがずっと続くの？どこまでも続きますよー。まあ雷様を避けるのがまずまず難しい。簡単にこうなります。マジでこうなる。マリオ2を思い出すわね。鳥なのに風船がないと飛べない鳥、なんということでしょう。始まったね、あんたの一人芝居。油断した瞬間にさようならじゃねえか。だから油断ゲーにしてるのはあんたでしょうよ。そうでした。見てろ霊夢よ。スレスレだと思わないか？スレスレっていうかギリギリじゃないの。風船全部取る縛りだ。もはや拷問だ。やってられるか。このバルーントリップでどんだけスコアを取れば、おーおお、頑張ったなこいつって感じてもらえるか。全くわからない状況でだぞ。多分地球人では40を超えるだけでも結構きついはずだ。頼んだ気になるよー。